松田学です。新型コロナ、第3波ではないかということでですね、感染者がまたすごく増えているというふうに言われていることに関してですね、ちょっと解説してみたいと思います。1日あたりの感染者数ですね、これ全国で見るともう第2波を超えている。第1波緊急事態宣言一旦収束して、そして夏に第2波っていうのはちょっと盛り上がって、そして今度第3波ということなんですね。で、今回の特徴は第2波は夜の街のクラスターというのは話題になりましたですね。で、今回はそれよりも第3波は家庭内での感染が一番多いというのが特徴だというふうに言われています。ただこれ元をたどるとですね、職場とか食事会から持ち帰った、家庭に持ち帰ってきたということで、元が大事なんですけどもですね。で、これなぜこのタイミングで増えているのかというと、一つは寒さというのがあるんじゃないかと言われています。これが結構大きいという感じがしますけれども、コロナウイルスというのはですね、寒ければ寒いほどですね活発化するということが言われているので、こういう現象が起こっているのかもしれません。で、一部で心配されているのは、第2波の時はですね、若い世代が多かったのが、今回は高齢者の割合が多いと、重症化リスクの高い方が増えているということが指摘されています。そこでですね、一般的に言われているのは、これという決め手がないと、感染対策の基本を確実にやっていくしかないと、屋内でのマスクの使用、手洗い、3密を避ける、あるいは食事をするときには相手の真正面に座らないとか、十分な距離を取るとか、大声出さなくて済むようなお店を選ぶとか、寒くなっても定期的に、この入れ替えですね、空気の入れ替えすると、こういうふうに一般的に報道されています。ただちょっとこれよく見てみたいと思うんですけれども、まず重症者が増える、リスクの高い人が増えるという懸念があるんですが、足元でちょっとこの手元でパソコンでグラフ、これいつも追ってますけれども、重症者数ってこの11月に入ってもそんなに増えていませんですね。数名から多い時で20名とか15名とかつけることありますけども、でも10名以内1日あたりですね。で、これってその前に比べてそんなに多くはないんですね。ちょっと前遡ると、8月の頃はもうちょっと多かったですしですね、それから4月とかその頃も多かった時期がありましたが、あんまり変わってないんですね。それから死亡者数ですね、これも足元10月に入ってから、たまたまこれ収録している現時点、本日というのは11月の17日、16日の数字でしょうか、2名ですね、1日亡くなったから、10名を超えることもありますけど、数名から15名以内を推移しているということで、これもですね、昔とちょっと比較してみると、8月に比べても少ない。それからちょうど緊急事態宣言をやってた頃に比べるとぐっと少ないという状況ですね。で増えてるのは何かというと、 PCR 検査数はすごい増えてますね。これはもう緊急事態宣言やってた頃に比べるともう格段に増えてると。で、検査数ですね、そして検査陽性者数がぐっと増えてる。私もこのチャンネルでいろいろと発言してまいりましたが、検査数が増えれば陽性反応者数が増えるのは当然です。しかし陽性反応者数、陽性者っていうのは正しくは陽性者で、感染者かどうか別なんですね。で、まず日本では集団免疫が成立しているという上久保先生、このチャンネルでも3回ぐらい出ていただきましたが、私もいろいろと講演でこの自分で作ったこれ使ってるんですけれども、これ改めて S 型で、そして変異した K 型、この弱毒性のものが日本では順番に入ってきて、 T 細胞免疫が形成されて恐ろしい G 型を撃退したと。で、G 型もこれも集団免疫が達成されたと。それに対して欧米は S 型はたくさん入ったんですが、 K 型は早々と海外からの渡航制限を全面的にしちゃったもんですから K 型が入らなかったと。そこで S 型に集団免疫になっている状態で G 型が入ったんで、逆にこの ADE 抗体依存性感染増強というのを起こしてしまってパンデミックになった。こういった日本および中国周辺国と欧米とは全然違う状況が起こっていると
ということは前に説明したことがあります。で、これから大事なことは、この免疫ができてもこれ3ヶ月ぐらいで廃れるらしいんですね。でしょっちゅうウイルスに身をさらして暴露してですね、免疫を維持するということが実は大事なんですね。でそういう観点から言いますと、GoTo キャンペーンですね、これやった方がいいんじゃないかという、まあ、私もこの専門家じゃないんで責任持ったことは言えないんですが、こういった分析を踏まえると GoTo キャンペーンはむしろ推進した方がいいんじゃないかなと、ということなんですね。でちなみにこの GoTo キャンペーンなんですが、朝日新聞社が11月14、15日に全国世論調査をした結果なんですが、 GoTo トラベルの期間延長に賛成というのは 37%、 反対が 51% で反対が上回ってるんですね。年代別では30代以下は賛成が反対を上回ったと、賛成者が多いと、若い人はですね、延長にですね。で60代は 63% が反対、やっぱり高齢者の人の方が反対、不安を感じてるわけですね。地域差が結構大きいらしくてですね、北海道では7割近くが反対していると、もう来てくれるなってことですよね。で東京は賛成が 52% で反対の 39% を上回っています。それから新型コロナウイルスをめぐるこれまでの政府の対応を評価するっていうのは、46% で、この前回の10月の調査では 49% なんで、やや評価が下がっていると。また感染の拡大で生活が苦しくなる、不安を感じるというのが 56%、これ 52% だったんですね。10月はちょっと増えてるということで、ちょっと不安がじわじわと高まっているような感じです。そして年末年始の帰省旅行の予定については計画していない人が 88%っていうんですね。70歳以上の方ですと 3% しか計画していないということで、皆さん、本当にコロナで震え上がっているということが、またこの高まっている状況なんですね。ただですね、この GoTo キャンペーンの影響っていうのはどうなのかっていうと、政府の発表では GoTo トラベルが7月22日に始まってからの感染者は、利用者が84施設、138人、従業員では74施設133人が感染しているということなんですね。この11月12日時点です。で、GoTo トラベルの利用者は全体で見ると3976万人泊。これ10月末。なんで、これに比べるとすごく少ない数字ですね。感染者はごく少数。加藤官房長官も GoTo トラベルについて、利用者に起因して旅行先のホテルや観光施設の従業員に感染が広がったという報告は受けていないと、11月10日に述べています。また GoTo イートについてはですね、10月1日に開始されました。利用者は1091万人、これ10月15日時点なんですが、感染者は北海道、大阪、千葉などの、参加飲料店で従業員16人が報告されていますが、利用者ではゼロという報告になってます。これは菅総理は11月13日に記者団に対してですね、専門家も現時点において GoTo 見直しのような状況にはないという認識を示しているというふうにお答えになっているということなんですね。この政権はですね、私がこの、チャンネルで何回か紹介してきた上久保先生の集団免疫説が、当時は安倍総理、菅官房長官、加藤厚労大臣、みんなもう入っていると、特に加藤、今の官房長官なんかはですね、もう納得して、かなり納得しているというふうに伺っています。ですから、しかし、だからもういいよ、どんどんいいよと、もう何も気にしなくていいよなんて、政府としてはとても立場上言えないんですね。だから、分かってくれよと。自分たちから言えないから、だから GoTo キャンペーンだってやってるわけですね。そういう政府の意図がこうやって出てるような感じがします。ただですね、これはまたいろいろと難癖つけてる批評がありまして、 GoTo トラベルとか GoTo イートの感染者数の報告はあくまで事業者、そして観光庁や農水省に行ってるんであって、保健所から厚労省、そして観光庁、農水省のルートは使われていないとかですね。でか、チェックアウト後にホテルなんかのチェックアウト後に感染が判明した場合では多くのケースでは把握できていないとかですね、からそもそも無症状者が8割を占めると言われる中で、 GoTo トラベル、 GoTo イートの利用者の中にも感染していたけれども無症状だったので本人も気づかずに旅行や会食に出かけた人が含まれるとか、いろいろと挙げ出したら問題点ってキリはないんです。でこれ何を言いたいかと言いますとですね、そもそも抑えられるもんじゃないということなんです。
ウイルスはですね、多少先こういうことに気をつけろというのはあります。もちろん気をつけたら気をつけて越したことないかもしれませんが、ある意味で新型コロナウイルスなんていうのはあっという間に広がってしまう。で、感染を抑えるということ自体、これいくらやってもこれ無理がどうもあるわけなんですね。で、大事なことはですね、さっき言ったように免疫を維持するってこと、自分の免疫力を高めるってことしかないんですね。結局ウイルス、ウィズコロナっていうのは、人々が十分な免疫を獲得して、そしてもう重症者が出ないと、死者ももちろん出ないという状況に達することをもって収束なんですね。で、これをやるにはもう特効薬もないですし、コロナっていうのはですね、ワクチンだってよくわからないな状況ですから、もうとにかくどうせみんな一度は日本人は集団免疫達成されて、論証もされてるんです。ちゃんと詳しくは申しませんがですね、別のところでちゃんと説明してますので、でも論証されてる限りですね、じゃあこの免疫をどう維持するか、もうウイルスに自分をさらすって、あんまりこのさらすというと不安になるかもしれませんけれども、でもちゃんとした分析結果はそういうことを示してるんですね。で、今ですね、足元で感染が増えてるということで、もう一つこう指摘したいのは、これをちょっとご覧いただくと、これは例の歌舞伎町の、クラスターが発生した頃に作成された図だと思うんですが、上久保先生からいただいている図なんですけれども、最初にこの感染した後ですね、この間に、抗体が体の中で免疫記憶って形で、いざという時に発動できる状態になるんですね。ですから免疫を持っている人はもちろんのこと、免疫が3ヶ月で切れた人の場合でもですね、免疫記憶を体が持ってますから、感染すると、それが抗体が出てきてやっつけるんですね。で、そうなるとですね、いわゆる数字上の陽性反応者は多くなる、検査を増やせば多くなる。だけどそれちゃんと抗体が出る状況にあるんであればですね、重症化するとか死者になるっていう数はそんな増えたりしないと、そういうことが言えるはずなんです。もちろん私も専門家じゃないので、これから年末にかけての状況を推移見ないと断定的なことは言えませんけれども、でもそういうことがあるということは抑えておく必要がある。我々逆に言うとですね、ウイルスが怖い怖いと言って逃れようもないものから無理に逃れようとして、場合によってはですね、本当は暴露してもっと免疫が強化されるべきところを強化できてないというのを、もしかしてこの原因かどうかちょっと断定できませんが、いろんな話聞いてるとそういうこともふっと頭をよぎったりするんですね。で、今ヨーロッパで起こっていることについてもついでに一言申し上げますと、ヨーロッパでも一旦ですね、あそこは先ほど言いましたように、この AD、 アメリカ、ヨーロッパ AD が起こったわけです。で、日本と違うんです。もうパンデミックになるような状態になった、もう K 型を封じ込めちゃったから入んなかったからということなんですね。ですから、もう変異に応じて順番に暴露を続けていけば、自然の摂理で気がつかないうちに終わってしまう騒動を、武漢であんなことが起こってみんながパニックになっちゃってですね、通常の感染症対策が取られていないんですね。そこで人為的な自然の摂理に反することをやってですね、欧米ではパンデミックになっているということで、皆さん欧米の方も一旦は感染して免疫ができた方も、今免疫が廃れている方がまた感染しているという場合もある。で、感染が増えている可能性があると。もう一つ言われているのは、じゃあヨーロッパで死者が増えている、アメリカでもどんどん、拡大を続けている、これは初感染の人が結構出ているんじゃないかという見方があるんですね。特にロックダウンなんかしますと、ヨーロッパでロックダウンなんかしますと、家の中でじっと閉じこもってられる人っていうのはお金持ちの方とか、比較的上層の階層の方々、こういう方々が結構亡くなってるんじゃないかと。初感染は一定比率で、死亡者も出たりしますのでですね、でも再感染ですとそんなに心配はない。聞いてる話では、ニューヨーク市なんかはですね、バーッと感染が広がって今死者ほとんど出てないっていう状況、ちょっと足元の状況私確認してませんが、そういうふうに聞いたこともあります。アメリカでは中西部、いわゆる地方の方で初感染が広がって、そこで死者が出ているという状況も聞いたことがあるんですね。だから、こういうふうにですね、もう少しこの上久保説はもう検証されてるんですから、きちっとこの取り上げてですね、これを本当に効果をちゃんと検証して、我々自身が正しい知識を持っていくと、とにかく怖がっていて、もう逃げ惑ってもですね、これ防げるものじゃないんだったら、どうやって向き合うかということをですね、頭の発想を切り替えていかないとですね、いつまでたっても、経済活動は低迷を
深めていくだけだし、我々自身もですね、せっかく貴重な人生の時間をどんどん失うだけじゃないかということを懸念しないではわけではありません。なお私は専門家ではないので、責任持って断定するわけではありませんが、このチャンネルで上久保先生その他いろんな方々のお話を聞いて、専門家の判断を踏まえて言えば、今回お話ししたようなことを、少しは皆さんにもご理解いただけるのではないかなというふうに思って、あえてこの話題を取り上げました。どうもありがとうございました。